さんのサンバ、つまりは軽トラック。これだけでかっこいいよね。じゃあ軽トラって感じがする。ほらいい感じじゃないですか。うわわ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 わ、えぐい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 。皆さんこんにちは、プラマイドル高坂きのです。今日も始まりました、保険中 TV。 今日はですね、車作っていこうかなと思って取り出しました。サンバ、つまりは軽トラック。基本は勝ち組で進められたらなと思うんですけど、窓の部分だったりとかっていう黒いラインとかはちょこちょこ筆塗りでできたらいいかなと思っております。ということでまずは開封。これは車体の前方部分がワンパーツになってますね。他にもボディになるところですね、こんな感じのランナーの白いパーツと、これは後ろの荷台の部分かな。結構モールドが掘られて、こう波々感があるパーツになってます。なんか細かな部分とタイヤのゴムパーツと小さなポリキャップ4つだけあります。多分、タイヤのところにね使うかなと思います。で、それと一緒に使うホイールパーツですね。ホイールは白い成型色になってます。これは細かいエンジンっぽいパーツとか、裏側のねパイプ類でドアの裏側になるようなこういったパーツだったりとか、ここはダッシュボードとかですかね。で、大きな多分これワンパーツだと思うんですけど、こんなシャーシのパーツがあって、あとは透明な窓ガラスの部分に入るパーツですね。フロントガラスからサイドからいろいろありますね。ちょっとだけメッキパーツが入っていて、ミラー系とライトの裏側とかに入るようなパーツがメッキになってますね。そして最後にデカールは水の転写デカールですね。ナンバーがあったりとか、あと細かいところがちょっとあるかなっていう感じになってます。パッと見た感じは少ないんですけど、ちょこちょこ塗ったりとかする部分もきっとあると思うので、一筋縄じゃいかないだろうと思いつつ作っていこうと思います。じゃん、今見える範囲だけ切って準備しております。そして必要なもの、こういう接着剤と、説明書にね、いろんなところにカラー番号みたいなの書いてあるじゃん。わかりにくいなと思って、どこ塗るかパッとわかるように主な色は全部記してみました。よく出てくるのが黒、セミグロスと普通の艶消しとっていう形で2色あったんです。めんどくさがりな私はもうセミグロス1本でいきたいと思います。と、シルバーですね。で、さらにグレーで、さらに白とクリアのね、オレンジとクリアのレッドがなかったからフラットレッドでいいか。この辺をちょっと横に準備しながら、一緒に塗れるペーパーとか水とかも準備しつつ、ちょい塗りしてはっていけるようにしてみました。今から作っていくところが、これシャーシの部分になるんですけど、シャーシの周りって正直裏側じゃない？パッと見えないだろうというふうに思いまして、黒一色でシャーシのあたりは作っていこうかなと思いまーす。最初がミッションのところを作っていきます。この辺ね、結構色塗りコーナーがいっぱいあって、こうメカニックなところなんですよね。下上でくっつくんだ。なるほど。こっちは下から、こっちは上からみたいな感じね。こういう向きで、みんな車の下なんて覗いたことあんのかな？あ、ここやな。ちょ。うわぁ。こんな感じ？細かい！うい！やっぱ車の構造勉強しないと、こうね、図解だけでは、合ってんのって感じよ。ピタッと来ない、どこに行っても。なにこれ、サスペンションのところまで作ってみました。もうひたすら場所を探しながら貼っていくんですけど、さっきのね迷ってたあのパーツ以外は割とね分かりやすかったなと思います。こんな感じ、もうこれだけでかっこいいよね。で、ここから燃料タンクとかね、そういうのも乗せていきます。ピタッとねはまっていく感じだね。そう、もうお気づきだと思うんですけど、めちゃくちゃね、モールド細かかったりとか、艶消しになるようなモールドが彫られてたりするので、綺麗なんだよね。ほら。めっちゃ綺麗。これをつけたら、下からこんなのがつくよ。なんか
繊細だよね。割とこんだけ大きいパーツなのにちょっとしかつけないみたいな。この下のなんかピンのところって書いてあるから、この下にあるピンちっちゃっ、ここだな、ここのピンだな。あ、入った、入ったけどこれは接着しないんだ。あ、なるほど、エンジンとか見れるようになってんのか。でも取れるぐらいなら接着した方がマシだと思っているよ。塗ったらこれがバッテン斜めにくっつく。もう息を飲むような作業の連続。軽トラへの道は険しいのでございます。軽トラってさ、ルミがあるよね。私一時期おばあちゃんの軽トラとか乗ってたんですけど、エンジンの音がね、かわいそうなのよ。でもその馬力の出方がまたね、かわいいんだよね。お、だいぶ増えてきましたね。そしたらブレーキとかアンダーガードみたいなの作って、あ、タイヤにちょっと進んでいくっぽいですね。乗せて、さらにこれも乗っける。アンダーガードっていうことで、なんかこういう大事な部分を守るためのパーツなんでしょうね。いいんじゃない、こんなんだと思われます。ここにタイヤをつけていく感じね。これをこうやって刺してくると、なんか接着しないみたいに書いてあるけど、なかなか接着しないってのは難しいよね。モデルなのでタイヤがね、動かなくなってもいいと思っております。タイヤが出てくるの、タイヤはね、ぬるっぽいんですよね。でもこれタイヤってさ、こうやってかぶるわけじゃない。真ん中の部分だけ塗ればまあ大体いいのかなと思うので、ちょっとこの辺をね、つまみつつ塗っていこうかなと思います。これシルバーだって。今回塗料はタミヤのアクリルカラーを使っていくんですけど、私ちょっとめんどくさがりなので、今適当に振って蓋についてるやつあるじゃないですか、を水をつけた筆で軽く取って塗っていくぐらいの、ほんと緩い感じでいこうかなと思います。サイドはこのね、ちょっとこう濡れてれば、こんなでもだいぶ角くんは塗ってないね、白が残ってるんですけど。この黒色のタイヤは多分予備タイヤ用なので、中にねポリキャップとかが入らないんだよね。だからどっかにきっと装備するようなので、これはよくわかんないからできる限り塗っておきます。それとここ白色のパーツがちょっとあるので、これもちょっと塗っていこうかなと思います。このちっちゃなパーツの面の部分が白らしいので、あの本当の発色を目指したい方、綺麗に塗りたいよっていう人はちゃんと攪拌棒とかを使ってね。塗ってないよりやん、マジでしょ。ホイールの真ん中が黒らしいので、そこもちゃんと乗せていきます。今回これぐらい平筆とちょっと細い面相筆の2本しか使う気がないんですけど、うん、まあこんな感じでいいんじゃない。そしたらちょっと乾かしつつ晴れるとこを貼っていきます。ここに、よいしょ、これがくっついていく、これがついていく、うん。さっきのこの白色ちゃんを上から蓋する感じで蓋をして、でこれ自体がここに引っ掛かると。ついた。タイヤをつけるのは置いといて、先にこの辺り進めよう。窓ガラスとかこれが出てくるんだね。まずは切るところが多いのでちょっと切っていきます。次のところ塗るとこが多かったので、こういう裏側になるところ、こういうところだったり、あとは窓ガラスの周りの黒
黒ですねを塗っていきました。ここでですね、この今塗ったこの裏側だったりとかってこのデカールがちょっと出てくるので、一回この水天車のデカール貼っていこうと思います。数字のところは一緒に入れちゃうと浮いて邪魔になったり重なったりして汚くなるので、ちょっと入れずにね、一回沈めたら、ま、お水を含んだ状態でこうやってねペッて出しておきます。そうするとあんまり糊成分が流れていかないので、ずらして貼っていくだけでいけんじゃないかなと思います。他こうやって出して待っとる間に切ります。うわー、これはちょっと後で響きそうな気がする。ちょっとー、あーやばい、あー、どうしようどうしようどうしよう、タオル、何よりデカール水没ですからね今の。それも色水がついちゃったんでしょう。これ見て、汚な涙が出ちゃう。まあこんなことありますよ、皆さんもどうぞ気をつけください動くようになってきたので、こういう子に貼っていきましょうかね。ちょっと柔らかくしながら貼った方がいいかなと思うので、上からマークセッターをちょっと塗っていきましょうかね。こうやって乗せていきます。あー、ちぎれた。少しデカール貼れたところで戻ってタイヤをつけていこうと思います。あんまり前後ろなさそう、そんなタイヤを作って、後ろからこれポリキャップを1個ね、ちっちゃいの入れていくんですよ。入れたら、刺す。ちゃんと止まってくれます。こんな感じでタイヤをつけて、これにガラス、クリアパーツのところをつけていく感じですね。ここちょっと塗った方が良さそうですね、周りの黒。黒色を取り出して、よし、で塗って貼ってと、ちょっとぽくなってきました。こうやってつけています。そしたら今度下っかわ、さっきのダッシュボードのとこだね、とくっつけていきます。ハンドルでデカール貼るだけでっぽいですね、結構ね。こっちはブレーキパッドをつけていくにシートも貼っていくと、この急な角度のシート軽トラって感じがする。こんな、はい、中になっていて、これにもう一個これをつけます。こんなのありましたっけ、ここ、ここ、これこれこれ、いや、このトーン何なんだろう、分かる方ぜひコメントで教えてください。で、こっち側にダッシュボードを取り付けます。いい止まり具合のところを見つけました。ここですね、前からちょっとこうダッシュボードが見えつつっていう感じですよね。お、ここから半分って言っても大きなパーツがめっちゃ増えますね。この辺はちょっと置いておいて、今度はここの後ろ側にこんなのをつけていきます。こちらメッキのパーツを貼ったんですけど、これ剥がしてるじゃないですか。接着剤がね、メタリックのパーツそのままだとくっつかないので、ちょっと一部分を剥がしつつで作っております。あと塗装がはみ出てるところはカリカリっと、カリカリっとね、貼った。あー、
クリアパーツをはめて絶対最後汚しまくってやる、まあ、そのつもりでね作ってるんで。そしたらこれを後ろからはめてみましょうね。大体触っとるときにさ絶対指紋ってつくよね。接着剤あるあるですよね。これがここに乗っかる枠みたいなのが乗っかってつけたらなんか泥除けみたいなのがこの辺にはまる。何の線もないから分からんですけど分かる範囲で貼っておくかな。これがここやな。あれ、これの合体ポイント私逃してませんか。え、すごい綺麗にはまったか。これだと思う。え、よかった、はまらんかと思ったもん説明書は見ようね。ここのなんか残念なところを除いて、ほら、いい感じじゃないですか。で、これが、こっちの、こう刺さるから、これがここね。ほんとだ、いい感じにくっついてくれる。こんな感じで、くるりんと、ちょっとぽくなったな。嬉しい。荷台、作っていきます。荷台がまず、でっかいパーツスタートなんですよ。これを、こっち向き。で、4つ角を埋めていく。ほぼほぼ、接地面がない荷台っぽいのが出てきて、でこれをちょっとひっくり返します。はい、塗ってこんなテールランプっぽいものを作ってきました。片方ねクリアレッドがなかったのでちょっとねマットな感じになっちゃったんですけど、これをくっつけていきます。あ、っぽいじゃないですか。あ、かわいい。で真ん中はこれをくっつける。うん、なんか後ろ側がどうなってるか全然わかんないですね。で泥除け的なこれは軽く黒色塗ってあります。そしたら今度この子を合体させていきますね。ダイヤは接着しないみたいに書いてあるけどいいのかな。それで前側をはめる。お、はまった。そしたらここ流しましょう。それをここにまたはめてこの子をこの乗っけると、やったー、いい感じにはまってる気がします。意外とこんな接地面少なくて大丈夫なのかなって思う感じがありますね。ダン、お、いいんじゃないですか。前側を止めて、でミラーも刺していきます。はい、なんとかサンバーが出来上がりました。こういった黒い部分とかですね、オレンジの部分だったりとかライトの部分に色がついていたり、あとデカールも最低限こういうとこだったりとか、車検のねデカールがついてるんですよ。ここ可愛いですよね。ナンバーもちろんイエローっていう形で出来上がりました。なかなかパーツ構成も一部ね本当難しいなって思うところがあったんですが、そんなにパーツが細かいわけではなく組みやすい感じになってるのかなと思いました。ぜひ軽トラックを作りたいなという方、サンバーだけじゃなくていろいろあると思うのでみんな作って私と一緒にまた今度汚していただけたらと思います。こうやってこうね芝だったりとか土がいっぱいあるところとか道路だったりとかいろんなところに乗せて似合うのが軽トラックだと思うので、いろんなバリエーションでねこう写真とかも撮りつつ楽しんでもらえたらと思います。軽トラックは夢があるなと思った方グッドボタンをお願いします。ということで以上モテンチュ TV でした。また気になるキットがあったら楽しんで作ってみて。